皆さんおはようございます。ガーデニングチャンネルの奥山茂です。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。このチャンネルは四季折々の花々のご紹介や庭作りを通して園芸やガーデニングの楽しさを皆様と分かち合っていこうというチャンネルです。今回はガーデニングラジオです。私の庭の花々をご覧いただきながら、誕生花やガーデニングや季節の話、あるいはちょっと前向きになれる言葉のご紹介や、私の身の回りに起こった皆様に聞いてもらいたいなと思った話などをさせていただいております。ラジオと銘打っておりますので、耳だけでも楽しめる内容にはなっているんですが、よろしければ映像もご覧いただきながら、なんとなく耳を傾けていただいて、忙しい朝の一服の清涼剤になれたらなと考えています。本日9月11日の誕生花はムクゲです。本日誕生日をお迎えになった皆さん、おめでとうございます。このムクゲ、青い花の低木でハイビスカスのような南国を思わせる花が咲きますが、耐暑性だけではなくて耐寒性も非常に強くて、北海道でも地植えにすることができるそうです。開花期間は7月から9月、暑さで植物の元気がなくなる時期に次々と大きな元気いっぱいの花を咲かせてくれます。私の庭ではスペースの関係で植えられてはいないんですが、もう少しスペースがあったらぜひ迎えたい花の一つです。このムクゲは韓国の国花なんですね。ただ、憲法とか法律で正式に定められているものではないようなんですが、韓国の方々には非常に親しまれている花だそうです。そしてことわざや慣用句、四字熟語にも出てきます。例えば金貨一日の栄とか金貨一朝の夢という言葉があります。金貨っていうのはムクゲの花のことです。このムクゲの花が朝開いて夕方にはしぼんでしまうっていうことから、儚いものの例えとして使われているようで、人の世の栄華は長く続かず儚いっていうことを意味しているようです。同じような意味で金貨一朝という四字熟語もあります。私はあまり普段使わない言葉、あまりというか使ったことが一回もない言葉なんですけれども、使い方としては金貨一日の栄というから1分1秒を無駄にしないで生きていこうなんていう感じで使うようです。確かに1分1秒無駄にしないで生きていけたらいいかなとも思うんですが、意外と無駄なことから素晴らしいアイデアが浮かんだり、無駄な時間があるからこそ無駄じゃない時間をちゃんと有効に使えたりっていうこともありますからね。何とも言えないところではありますが、今後この言葉を使えそうなシチュエーションに出くわしたら行ってみようかなと思います。金貨一日の栄。あとこのムクゲの種も一風変わった形をしています。育てていらっしゃる方はご存知かと思うんですが、種の周りに短い毛がモヒカンみたいに生えてるんですね。もしまだ種を見たことがない方いらっしゃったら、近くにムクゲがあったらぜひ観察してみてください。ムクゲとは全く関係のない話なんですけれども、私以前ですね、奥毛って呼ばれていた時期があるんですね。なぜかっていうと、奥山茂っていう名前から奥毛っていうのと、あとは顔が公家っぽいからっていう理由で奥毛と呼ばれていた時期があります。金貨一日の栄とは言いますが、たまにはこういう無駄な話もいいんじゃないかなと思ってお話をさせていただきました。では最近のガーデニングリポートを少し。秋になって花々がまた綺麗に咲き始めています。
夏場からずっと咲き続けているジニアですとかトレニアとかベゴニアはもちろんのこと、朝顔も夏よりもさらに花数が増えて色も濃くなってとても綺麗に咲いています。あとはミニバラもたくさん花が咲き始めているんですけれども、このミニバラの花びらだけをですね綺麗に食べていく輩がいるんですね。正体はまだはっきりとはつかめてはいないんですが、もう本当に花びらだけしか食べないんですよね。なので、まあ、薬剤などを使いながらなんとか綺麗な花を保っていきたいと思っているところです。それと襲名菊がとても綺麗に咲いています。この襲名菊は昨年花を咧かせた後に綿毛のような種がたくさん取れたので、まあ、試しに今年の春に撒いてみたんですけれども、結局一つも発芽せずに今に至っています。襲名菊の種まきは意外と難しいなという印象です。あとは花ではないんですけれども、ウェルカムプレートをですねリニューアルしました。近くの川で流木を拾ってきてそれを活用して作り変えたので、まあ、この辺はまた次回の動画でご紹介させていただこうと思っています。そして今週のサンビリーバブルですけれども、1000輪を目指していたんですが下方修正をして100輪を目指すということでやっております。もう2週間前ですかね、2週間前が最後のご報告なんですけれども、その時には75輪でした。それから2週間経ちまして6輪増えて81輪です。ということで、あと19輪で、とりあえず目標達成になります。なんとか19輪頑張ってもらいたいなと思います。先日ネットニュースを見ていたらこんな記事が上がっていました。昨年結婚していない人を対象に行われた調査で、いずれ結婚するつもりと答えた人の割合が過去最低になったっていう記事が上がっていました。そして一生結婚するつもりはないと答えた人の割合は2000年代に入ってからも増加が続いていて、男性では 17.3%、 女性では 14.6% と男女ともに過去最高となっていますという記事が上がっていたんですね。結婚するしないは個人の自由ですし、結婚しなくても幸せに暮らしている方々はたくさんいらっしゃるし、私の周りにもいますけれども、結婚式業界に身を置くものとしてはやはり死活問題になるので、ちょっと心がざわつく記事ではありました。なので今回はちょっと披露宴の話をさせていただきたいと思います。最近のご披露宴の傾向としては、スピーチとか余興とか、まあ、こういったものが少なくなってきているなという印象です。まあ、以前はカラオケを歌う方がいらっしゃったりとか、マジックを披露する方がいらっしゃったりとか、得意なものを皆さんそれぞれ披露したりとか、お祝いのスピーチをおっしゃる方もたくさんいらっしゃったんですけれども、最近はそういうゲストの方にそういったものをお願いして負担をかけたくないという新郎新婦お二人の心遣いもあって、割とそういうものは少なくなってきている傾向にあると思います。一方で割と人気があって増えてきてるなっていうスタイルがテーブルインタビューですかね。司会者がゲストの方のお席に伺って、一問一答形式で、インタビュー形式で新郎新婦との思い出を伺ったり、あるいはお祝いの言葉をおっしゃっていただいたりするっていうスタイルが割と多いですね。私も好きなスタイルなんですが、
このテーブルインタビューって事前にお願いしておくっていうよりは、もうその場でサプライズでご指名させていただくっていうケースが多いんですね。もちろん新郎新婦からはインタビューする場合にはこの方に行ってくださいっていう事前情報はいただいておくんですが、ご本人には伝えずにその日を迎えるっていうケースが多いんです。なので事前に原稿を準備することができない分、ありのままの飾らない言葉でお話をしてくださるので逆に面白いんですけども、まあ、時々披露宴にそぐわないような言葉が出てきたりとか、あるいはインタビューだからっていうことであえてふざけてそういう披露宴にはそぐわないマイナスなことをおっしゃる方も多いんですね。でそういう時には司会者がプラスの言葉に変換するっていう作業が必要になってきます。それは結構難しくもあり面白くもあるんですけれども、今日はですね、いくつかそういうマイナスな言葉をどうプラスに変換したらいいかっていうのをちょっとご紹介させていただきたいと思うんですが、これが合ってるかどうかは分かりません。私はこういうふうに変換していますという一例としてご紹介させていただきます。例えば新郎のご友人にマイクを向けて、普段のご新郎ってどんな方なんですかって質問をしたときに、いやあいつはね、もう頑固で融通が効かないんですよとかっていうふうにおっしゃる場合もあるんですね。で、頑固で融通が効かないは別にマイナス、必ずしもマイナスの言葉ではないですけれども、ちょっとこう聞こえを良くするためにそこで変換をする必要があります。で、どう変換するかっていうと、あ、じゃあ一本筋が通ってるっていうことですねとかって言ったりするんですね。で、他にも、いや神経質で一緒にいて疲れるんですよこっちが、なんていうふうに言われたら、あ、細かいことにもよく気がつく人なんですねとかっていうふうに変えたりとか、あるいはだらしないんですよなあいつはっていう言葉が出てきたら、あ、おおらかなんですねって変えたりとか、いや昔新郎の部屋に行ったことがあるんですが、部屋が汚いんですよ、大雑把であいつはっていうふうに言われたら、まあ細かいことは気にしない器の大きい方なんですよねとかっていうふうに変換したりするんですね。あと時々いらっしゃるのが、仲悪かったんですよあいつととかっていう方もいらっしゃるんですね。そういう時には、あ、じゃあ当時は価値観が違ったんですねとかっていうふうに変換していきます。司会者としては結構頭も使いますし割と大変なんですけれども、私はこのライブ感が大好きで新郎新婦にもおすすめすることがあります。で、今後もしかしたら、どこかの披露宴で私がこのガーデニングラジオを聞いてくださっている方々にインタビューをするなんていうことがないとも限りません。ぜひその際には飾らない言葉でお話をいただければと思います。私が頑張ってプラスの言葉に変換しています。でも本当にそんなことがあったら素敵ですね。ぜひその時には声をかけてください。では本日の言葉、本日の言葉は英語です。どんな言葉かと言いますと、 Are you having fun? という言葉です。私は英語が苦手なのでイントネーションを含め合ってるかどうか全く自信はないんですが、 Are you having fun? という言葉を本日の言葉にしたいと思います。意味は楽しんでるかいっていう意味です。私がこの言葉に初めて出会ったのはもう10年以上前、とあるスポーツ雑誌の中に出てきた一文です。ある日本人ピッチャーが海を渡ってメジャーリーグに挑戦した時の苦悩とか喜びとか、そういったものをまとめた記事だったんですが、ある日ピッチャーがマウンドに上がってですね、投球をしていたんですけれども、文化の違いとか言葉の壁とか、いろんなこう
ストレスが溜まっていて、そのピッチング、その日のピッチングもなかなかうまくいかなかったんですね。でそんな時にキャッチャーがそのピッチャーの元に歩み寄ってかけた一言がこの言葉だったんです。この言葉をかけられた時にそのピッチャーはふと我に返ったそうです。子供の頃からあんなに憧れていたメジャーリーグのピッチャーマウンドに立って、こんな大観衆の中でピッチングができることの喜びっていうのを改めてその瞬間に思い出したそうなんですね。あ、なんで俺はこんな幸せな状況なのに楽しめてなかったんだろう、楽しまなきゃ、そうだ楽しもうっていうふうに思えて、そこからピッチングがガラッと変わっていい成績を収めることができたっていうふうに書いてあったんです。私もこの言葉に出会ってからもう何回この言葉を自分自身にかけたかわからないぐらい使っています。仕事をしてると、まあ、当然ストレスはかかるし、嫌なこともあるし、大変なこともあるし、苦労も多いんですけれども、でも私は披露宴だったりご葬儀だったり、そういう冠婚葬祭が、まあ、誤解を恐れずに言えば好きだし、人生の節目で仕事をさせていただけていることはとても光栄に思っています。仕事だけではなくて、もちろんガーデニングも大好きなんですが、時々気がつくと眉間にシワを寄せながらガーデニングをしていることがあるんですね。虫が多いなとか、暑いなとか、寒いなとか、重いなとか、きついななんて思いながらガーデニングをすることが時々あるんですが、まあそんな時にはちょっと立ち止まって、お前楽しんでるか、楽しめてんのかって問いかけています。そうすると、あ、そうだ楽しまなきゃ、楽しもうって言って気持ちを切り替えられて、庭作業に励むことができます。やっぱり何事も楽しんだ方がいいですもんね。もちろん生活をしていけば楽しめないこともたくさんありますが、皆さんも仕事や日常生活、そして趣味などきついなと思ったら、ぜひご自身に問いかけてみてください。 Are you having fun? この発音が合ってるかどうかは分かりません。では最後に皆様にご報告というかお伝えしたいことがあるんですが、このガーデニングラジオ、基本的には毎週日曜日の朝にお届けしているんですけれども、しばらくの間隔週にさせていただきたいと思っています。理由は、秋になってガーデニングがちょっと忙しくなってきまして、ガーデニングラジオを収録する時間がなくなってきてしまったっていうのが理由です。このガーデニングラジオを聞いてくださっている方々は、ガーデニングチャンネルを登録してくださっている方々の中でも、特にコアなというか、ガーデニングチャンネルをとても愛してくださっている皆さんだと私は思っているので、正直にお話をさせていただきますけれども、このガーデニングラジオを1本収録するにあたっては、もともとそんなに私知識がないものですから、毎回図書館に行って調べて、あとはネットで調べて、その他本をまあ買ったり読んだりして、調べてまとめて、音声を入れてっていう形で収録しているんですが、だいたい丸1日とか2日ぐらいかかるんですね。で、この時間って私にとってもいろんな知識を吸収することができるので、かけがえのない時間で、逆にありがたいなって思っているんです。ですが、実際この庭作業の方が手が回らなくなってきて、肝心のガーデニングがゴテゴテになり始めているので、
秋だけはですね、まあ、秋と春のガーデニングシーズンだけはちょっと隔週にさせていただきたいなと思っています。また冬とか夏場とかガーデニングが少し、暇というか作業が少ない時には毎週お届けしたいなと思っています。思い返せばこのガーデニングラジオ始めた当初はですね、全然回らなくて、アップするたびに登録者の方々が減っていくっていう状況がありまして、やめようかなと思ったことも一度や二度ではないんですけれども、それでも楽しみにしてますとか毎回聞いてますっていう方々もいてくれたおかげで続けてくることができました。で、皆様からの意見も聞きながら、あ、こういうふうにしてみようかなとか、こんな感じにしてみようかななんていう改善を加えていって一緒に育ててくださったおかげで、なんとか最近はですね、回るようになってきたんですね。中には同じ回を2回3回と聞いてくださっている方々もいらっしゃって、本当にありがたいと思っています。そんな皆様にいい加減なものはお届けしたくないので、しっかりと時間も取りたいなと考えた結果、隔週でしばらくはやらせてもらおうというふうに自分で決めさせていただきました。なので次回は25日の日曜日にお届けする予定です。楽しみにお待ちください。もちろんこのガーデニングラジオ以外のガーデニング動画は引き続き週に1回とか2回とかお届けしていきたいと思っています。合わせて楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。皆さん、素敵な日曜日をお過ごしください。では、また。